南北首脳宣言の11周年記念共同行事、141周年民族統一大会に出席するため、韓国の包丁団160人が4日、2泊3日の日程で平壌に向かった。政府国家地方自治体代表ら30人と民間人約90人、取材支援人員約30人はこの日午前、 ソウル空軍基地を出発し再開直行路に移動する予定だ。民族統一大会は南北が9月の平壌共同宣言で、104宣言11周年を意味深く記念するための行事などを開催すると合意したことにより開かれるものだ。当時のロブゲン大統領と北朝鮮のキム・ジョン・イル総書記が2007年に104宣言を採択して以降、 南北が同宣言を記念する共同行事を開くのは初めてとなる。